B です。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆さん、お元気ですか？フナピーも元気ですよって言った感じでやっていきますわね。はい、今日もフナピー島パトに行ってまいりました。はい、今回はフナピーの大好きなボッチャレアルサーヒラさんのトレンド感あるアイテムをお得にゲットしちゃいました。それがこちら、ドビードットブラウスでございます。商品情報はこちらでね。サイズは 3L でございます。いつもは LL ですが、 3L でも違和感なく着用することができました。そして気になるお値下げされた金額はっていうと、税込み1639円のところ990円にお値下げされておりました。はい、こちらポリエステル 100% のトレンド感あるシアー素材のブラウスでございます。はい、表面は凹凸感のあるポコポコっとしたドビ織りのドット柄がポイントでございますわね。ネックラインはスリットの入ったトモ布の紐をこんな風に結んだり、ほどいて V ネックにしてもいいですね。こんな感じで紐を垂らしても様になります。紐の先にはシルバーのアグレット付きとなっております。こんなちょっとしたところがおしゃれで高見えいたします。そして長袖の袖口はちょっとフリルの入ったデザインが大人かわゆうございます。裾にはちょっとだけ両サイドスリットが入っております。そしてひなさんのこのブルーのタグの裏にはこだわりのポイント1から4までございます。そこをね、フナピーがちょっとだけ突っ込んだり、突っ込まなかったりして紹介したいと思います。そしてフナピーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちら、ひなさんのひなスタイルのロビーブラウスでコーディネートしてみたいと思います。トップスはブランディングして、ボトムスはミンミンさんのスリット入りナロースカートに、足元は太陽さんのスパンコールミュールに、持ってるバッグは星玲奈さんの 2way バッグで、トレンド透け感アイテムで重くならずにすっきり見えするモノマネコーデでございます。はい、今回フナピーが購入したこちら、ひなさんのドビードットブラウスでございますわね。164センチのフナピーがアウトで着用して 3L でこんな感じ。はい、ゆるっとしたサイズ感に、両サイドちょっとしたスリット入りで、体のラインを拾いにくくシアー素材で華奢見えいたします。シアーだからシワもね、気にならないのもよろしゅうございますわね。はい、そしてお待ちかねのひなさんのこだわりのポイントでございますわね。まずはポイント1、肩位置ジャストで肩周りすっきり。いつもは LL サイズですが、 3L でも肩幅がジャストでちょっと伸ばすと長めの長袖になりました。次は2、少し広めのキーネックでお顔周りすっきり。リボンをほどけばこんな感じで、はい、フナピーでもすっきり見えますわね。次は3、襟ぐり紐付きで縦のラインを強調してすっきり。またこのね、紐の先のアウレットが
いいお仕事をしてくれております。最後の方、袖口ゴムで腕まくりも楽々。はい、ゴムだからこんな感じでね、腕まくりもできて、手首を見せてこんな感じでたりませてあげてもよろしゅうございますわね。では次いってみましょう。インナーはそのままで、リボンをほどきキーネックにして、ボトムスはテラさんのデニムフレアパンツに、足元はメッシュサンダルと、持ってるバッグはテラさんのバケツ型バッグでコーデしてみました。ブラウスをアウトで着用すれば、気になるラインはカバーしつつ、今時感あるデニムコーデが仕上がります。アウトにしたらヒップがちょうど隠れる丈になるのもよろしゅうございますわね。では次行ってみましょう。ブラウスはネックラインはリボンにして、ブランジングして、ボトムスはシーズンシーズンの巻き丈フレアスカートに、足元はリアクルプチアイさんの厚底サンダルに、ブラックのメッシュバッグを持ってコーデしてみました。トップスはこのようにシルエットがシンプルだから、ボリュームのあるボトムスとも相性が良く、またこんな感じにアウトで着用してもスカートが巻き丈だからバランスよく着用できます。今回はひなさんのひなスタイルのロビードットブラウスでコーデいたしました。トレンドの透け感アイテムで、重くならずにすっきり見えするモノマネコーデ、今時感あるデニムコーデ、ヘルシーなトップスとボリュームあるボトムスとは相性抜群。さて、ふなぴーのお気に入りのコーデは、はい、ブラウスはキーネックにして、みんなが真似しやすいこちらでございます。はい、これでふなぴーの仕事と&コーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。はい、じゃんけんいくわよ。はい、じゃんけんぽい、チョキを出しました。後出してはありません。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、袋がね、見えてんだよね、これね、これ袋よね、袋よね、袋よね。ぽっちゃりアラサーひなさんのトレンド感アイル、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 はい、はい、言い間違えましたよ、はい、はい、はい。はい、これでふなぴーのしまぱと、間違えた。しまぱとってやっちゃったね、最後なのにね。あ、いいのか、あ、いいのか、いいんだわ。これまた失礼しました。